そういうわけでね、来ました。あれから3日、4日後ですね。はい、いろいろとありまして本日届きました。でですね、メダカが姫ダカ餌用50匹、そしてこちらが赤ヒレ100匹でございます。まあもうお察しの通り、うちにいるスネークヘッドとポリプテルスの餌用に買いました。しかしまあこんな量はね、一気に食べられるわけじゃないんで、このまず赤ヒレも100匹いますけど、このうちの20匹ぐらい、20匹か30匹ぐらいを作った、発泡スチロールを作ったビオトープに入れて育てます。で、もう30匹では、実家の母親の方に行きます。で、残りの40匹が20匹、20匹ぐらいで、水槽、別に水槽にもちょっと立ち上げてるというか、あの水草ちょっと入れてるような水槽があるんですけども、そこに入れたいなと思います。で、こちらのメダカさんの方は、まあ、一緒にこうやって送られてきた発泡スチロールがありますので、こちらの方で一旦外で飼育しようかなと思います。開けてみましょう。それでは赤ヒレの方をね、除毛していきたい。試着ゼロですよ、見たけど。一匹も死んでませんね、こんなに入ってんのに。ちゃんとね、あの保冷剤みたいな入ってましたわ、よし、開けて、さあ、入れましょう。100匹いるかなんか数えられへんと思ってちょっとこんなの100匹でしょうということで信じます。全部入ったかな。お、見事全部入りました。100匹いんのかな、ほんまに、いるやろ。こんな感じです。それではメダカさんの方、こっちはスネークヘッドとかの方になりますね。ポリポテルスはまだ食えないんで、こんなタイプはね。はい、50匹、1匹も死んでへん。さあ、こちらが、赤ヒレですね。めっちゃいる。ポリポテルスのやつは食えるかもしれないな、まあまだ1週間ほどは生き餌をやるつもりはありません、ポリプテルスの方はね。これに慣れちゃって、あの普通の人工の餌食べてくれなくなっても困る。今のところ食べてるんでね、人工餌と、あれ食べてます、クリル食べてます、つぶつぶクリルね。なんかやっぱり運ばれてきとるからまだ色薄いですね。これ水槽に入れて火が経てばもうちょっと綺麗な色が出てくるかなと思います。まあ食用なんでね、頑張って育っていただき、うちの古代魚ナマズの栄養となっていただければこれ幸いでございます。そしてメダカさん、ヒメダカですね、50匹。いいですね、元気いっぱい、試着もゼロでいいですね。カメラ嫌いなやな、カメラに敏感です。さあ、水合わせをして、まあメダカさんはこの前ちょっと水足してお外に行ってもらおうかなと思います。よし、というわけですごいことになってますけどね、この間作った赤ヒレ用のビオトープ、こちらもう屋外に出して1時間半以上撮ってます。まあ水深もそんな深くないんでね、温度はもうそろそろ外気と合ってると思います。外気って、あの外の温度と合ってると思います。でですね、赤ヒレはね、熱帯魚ですけども越冬が可能なそうです。まあこちらにいるメダカさんなんかよりももしかしたら強いかもと、言われておりますので、こちらの赤ヒレを屋外ビオトープで飼ってできれば繁殖させたいなと思っております。ですね、今これ20匹ね、残り30匹ぐらいは、また別の方に入れようと思ってますけども、これ20匹入れたいと思います。というわけで入れたいと思います。
遅立ちなさい。うん、なかなかいいですね。でですね、先にね、前回買った赤ひれ5匹と、もともといる、ちょっと大きかった、お腹が大きいついたね。でっかいのちょっといるでしょ。お腹が大きかった赤ひれ2匹大きいの、もう2年飼ってるやつですね。2年か。1年以上飼ってるやつですね。それをあらかじめ入れてます。今年卵を産むかなとちょっと思ってるんでね。これで、赤ひれビオトープ、やっていきたいと思う。ここでね、残りの水槽やつは全部いってもらいます。どうぞ。どうぞ。この辺のやつがね、前回買ったやつです、はい、色が濃くなってますけど、今回買ったやつらは白いっすね。やっぱね、向こうの方に見ると分かると思うんですけど、白い目立ってんのかな、メダカのように白い、白いっすわ。それでやつ、これね、白いんですよ。だいぶ白い。ちょっと色飛びしてるわけじゃないんだけど、この辺とかね、白いな。色変わってくんのかな、これ白赤ひれなのかな、ピントがあってかちょっと分かりませんけど、赤の玉に白いです、この辺に比べるとね。まあ、だけど1ヶ月も経たずにこれぐらいまで成長してくれるんで、赤ひれさんね、めっちゃちっちゃかったんですけど、ちっちゃいのにも、あの辺にいるちっちゃいのにも期待です。並ぶと分かるでしょ、全然違うでしょ、サイズが。これ、この間買ったやつ。ちっちゃいな、見えてんのかな、これ。ピントがバカな気がするな。で、実は、ついでに、コリドラス、5匹も買っときました。前回試着で来たやつ。と一緒のやつです。おまかせ5匹。また似たようなもんかな。うん。パンダが、チビチビパンダが1匹で、このなんとかいいやつ。これ1匹。で、そこの、この、ちょっと苔っぽいのがこれ2匹なのかな。これとこれ一緒かな。で、白コリちゃんがいます。今回は白コリちゃんいます。だこの子たちも水合わせもしてますんでね。入ってもらおうかなと思います。よし、5匹まとめて取れた。じゃあ行きます。あ、白コリさん出ちゃった。君たちも出て、君たちも出て、はい。お、今回賢いね、なかなかいい位置取りしてくれてる。引っかかってる、大丈夫。白コリかわいいの、白コリかわいいわ。はい、これでこの中にコリドラスは10匹となりました。まあコリドラスはもうこれで OK ですね。10匹レオンテトラもすくすくとってなってますけど、このでっかいのは実は実家から引き取ってきたやつです、はい、このレオンテトラね。でチェリーバルブ1匹、もともと1匹入ってるのが2匹になりました。でですね、あちらの奥の方からこっち向いてきてる、この辺いますよね。ブラックテトラ、これもね、あ、今横向いてくれたかな。ブラックテトラ、これも、連れてきました。あの、他の水槽に入れてたんですけどね、こちらに連れてまいりました。というわけで、こちらの方の、まあ、かわいそうですけどもね、生き餌水槽、はい、ここの水槽はオアシスなんですけど、実は地獄というね。まあこのネオンテトラとか、それはね、この辺のコリトラとかは餌とかもちろんなりません。だから一番最初買ったのもね、赤ひれ買ったのも、要は生き餌に最終的になってもいいかなと。まあ一番大きいのはここで赤ひれを育てたかったというかね、生き餌のためにですね、いうのもあってこの水槽を実は立ち上げたのでした。でですね、赤ひれの方は卵をね、下にポロポロ落とすんで、こういうところではもうまず繁殖しません。この辺のコリドラスも食べられると思うんですんで、あのビオトープ下の方に人工のあのマットを敷いて、その下に赤玉土と
遅いよ、はい、バクテリアを繁殖させるためにそこから出てきたバクテリアなんかを食べて赤ひれっていうのを稚魚は、ね、育つそうですんでね。ですのでまあ親もね、あの子育てしない魚だそうですんで、赤ひれというのはね、まあ、親からも食べられんとはね、親から逃げられるようにあの人工芝を地下に敷いたと、卵をね地面に落ちるようにね親から守るために敷いたんで、まあどうでしょうね、今年は卵を産むのかちょっと分かりませんけども、あそこに入っている25匹ぐらいのね赤ひれが増殖していってくれたらいいかなと思います。というわけでアニマルパテモソの生き餌水槽でございました。メダカも入れてもよかったかもな、ここな。さあチャンナプルクラさん、眩しい、もう隠れてますけどね、結構臆病なのか隠れておりますけども、どんどん、これもそんなにね大きくなってもあと5センチまでぐらいだと思います。